まず、ケツに何があったかお伝えします。事件は前日の夜に起きていました。こんな状態でハウトゥー撮影に協力してくれました。ぜひ最後まで見てください。ここからはスローモーションです。どうぞ。ここからはトリックのスタンス、やり方の説明です。じゃあ今日フリップのハウトゥーをしてくれるマリンちゃんです。イエーイ。マリンです。マジ気まずい。マリンです。スケート歴はどれぐらいですか？1年です。1年1ヶ月目です。1年1ヶ月で、じゃあフリップ乗れたのはいつぐらいですか？何ヶ月前ぐらい？8ヶ月の時に乗れたんで、4ヶ月ちょっと前ぐらい。じゃあまだコツを覚えてるんじゃないですか？ちょっと覚えてないです。ちょっとしか覚えてないです。あ、よかった、ちょっと覚えてんだ。じゃあコツをね、教えてもらおうと思います。じゃあまずね、スタンスはどんな感じですか？スタンスはこのぐらい、こんな感じですね。はい。ここでおっさんが笑ってんすよね。じゃあスタンスはこんな感じです。じゃあ次ですね、コツを聞いていこうと思います。コツ？コツ、こんな感じにしたら乗れるようになりました。コツはなんかまだ結構下抜きなんで、まあここら辺で引き下りしながら、ピュッてしたら乗れます。雑だな。引き下りしながら、ピュッ、引き下りしながらの、もう一回行きます。ピュッ、こんな感じ。そう。説明。引き下りしながら自分が飛ぶ、自分が飛ぶ時にやる、はい、弾いてする。今一回止まってやれますか？止まってはできない
止まってしたこと止まってはできません。まあね、まだまだってことです。そうです。まあでもじゃあコツとしては引き踏みで しっかり自分がジャンプして、でこれなんだろう、ピュッピュッピュッと抜く。わかりました。はい。皆さんそれでわかったかな？参考になったかな？はい。ピュッて抜くらしい。はい。ピュッです。じゃあね、これからもスケボー頑張ってくれると思うんで、はい、インスタとかやってますか？やってます。なんか。こちらまで。俺知らないんで、後で、見て、説明欄に入れておきますんで。こちらまで、はい、はい、登録して上げてください。はい。じゃあね、ワンポイントアドバイスありがとうございました。はい。じゃあギバチャンネルよろしくって言ってもらって。ギバチャンネルよろしく。言わせよ。よかったくない最後の。ありがとうございました。このおっさんの笑顔。キモいキモい。